マルクリポッドキャスト。マルクリポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社マルが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。まずお知らせがございます。いつもお聞きいただきありがとうございます。マルクリポッドキャストは次回より毎月1回の配信に変更させていただきます。配信予定日は毎月第3金曜日を予定しております。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。株式会社マルの鎌形です。島田です。マルクリポッドキャスト第50回。はい、50回。なんか大きい数字なんで嬉しいですね。ですね。1回目から考えると、はい、もう2年近く続けてますからね。おかげさまで。はい、はい、今日のテーマは、今日のテーマはご質問というよりかテーマなんですけど、フォロワーがどう動くかで組織風土は変わるというテーマに対してお伝えしていきたいと思います。はい、うん、はい、フォロワーというのは、はい、インスタのフォロワーのようなフォロワーという意味のフォロワー。そうですね、一般的にはインスタとかでねよく聞くことなんですけど、今日のところで言うフォロワーっていうのは理解者というか賛同者みたいなイメージですかね。意味合い、まあ、組織作りの、うん、まあ、一緒に院長と進んでいくスタッフさんとか、そうですね、サポーターみたいなイメージですかね。そうですね、寺院の中での院長の考えだったりあり方みたいなところに賛同してくれる人というような定義ですかね。お、なんか大きいテーマですね。50回なかなか分かんないですけど、はい、なんでこれを取り上げようと思ったんですか。最近もやっぱり組織のマネジメントの部分でいろんな波が起こるなとも思う出来事がありましたし、あとは丸自身も今年の8月を終えて今10年目になりまして、10年会社をやってくるとですね、いろんな組織の波があったなと、まあ、いろいろ振り返るタイミングがありまして、でその中で一体感のある経営をやっているところ、もしくはそのやれている時って、やっぱりこのフォロワーの動きによってだいぶ左右してるなっていうのを感じたので、今日はちょっとそこら辺をお話ししたいなと思ってこのテーマにしました。なるほど。その少人数からスタートした丸でもありますけど、うん、まあ、クリニックの院長さんにとっては、うん、まあ、どうやって一体感のある組織を作るかとか、その鍵みたいなのが今日は詰まってそうですね。うん、そうですね、うん、今現段階で思うことっていうのを伝えたいなと思ってます。まあ、大体の組織が経営者からスタッフさんがフォロワーになるっていうところが多い組織体制のところが多くて、うん、共同経営とか、まあ、複数の出資が集まってる経営っていうところではない上での今日は組織作りっていう。そうですね、まあ、一般的な開業医の先生たち10人ぐらいの規模で、院長が1人から始めてオープニングスタッフとかね、まあ、もしかしたら奥様が入られてっていう中でこう進めていく中で、どうやって1人目のフォロワーを作っていくのかみたいな、まあ、そこの重要性みたいなところですかね、お話ししたいのは。どうやって作ればいいんですか、その理解者作り。一概にこれをしたから伝わるということではなくて、伝え続けるみたいな、もう本当になんか当たり前のことになっちゃうんですけど、伝え続けててもフォロワーできないこともあるし、まあ、まず大前提の話ですね。大前提、やっぱり10人規模の組織で考えた時に、うちもそうだったんですけど、やっぱりキーポイントは6人だと。組織の中で6人同じような考え方あり方で、ある程度の方向性を一緒にできるようなメンバーが揃えば、それは組織風土という形で固まっていくんですけど、やっぱり6人に満たない状況、院長が1人から始めて、まあ、例えばスタート5人ぐらいの組織で始めたとして、院長1人だけはなんとなく考え方あり方このあたりが固まりつつあって、でもこれって開業時も院長自身もこういう風なクリニックにしたいっていう漠然としたものはありつつ、まだ固まってなかったりするじゃないですか。そうですね、創業時っていうのは、うん、でうちもそうだったんですけど、まあ、なんとなくこういう風にやりたいなっていうものはありつつも、実際それを想定して
始めたんだけど、いざ人を採用して本当にそのマネジメントで関わっていくってなった時に、いろんな反発があったりとか、いろんな逆のね言葉を投げかけられた時にブレちゃう自分なんかもあったりするから、まずは自分自身があり方考え方っていうことを固めていくっていう時期がまずあるのかなと思うんですね。そうですね、その固める時に、まあ、一つの事件が起こったりとか、スタッフ一斉離職とか、うん、何かしらイベントがあって経営者の在り方とか、うん、大事にしたいことっていうのがどんどん固まっていくのかなと。そうですね、もう1回2回3回やっぱブレると思うんですよ。僕はブレましたからね。もういざ10年前の自分の当時掲げてた、まあ、理念は変わってないですけど、こういう風になりたいとかっていうビジョンとか目標みたいなことって、今改めてその当時のねブログとか見るともう恥ずかしいなって思うぐらい、なんでこんなこと言ってたんだろうっていうような感じもあるわけですよ。今思うとね、今思うとね、10年前の自分を見るとね、今思うとね、客観的に。そうだけど、まあそういう風にいろんな紆余曲折がありつつ、今はこうだなって思うところに落ち着いたんで、まあ、これはこれで必要な過程だなと思いつつ、でも組織って一人でできるものじゃないから、うん、じゃあその経営者が大事にしているものに対してやっぱり賛同してくれる人がいないとクリニックも成り立たないわけじゃないですか。そうですね、院長一人だけでは診療はできるけど、その他の周りは難しいですからね。そうですね、でそこのフォロワーを徐々に作っていくっていうことなんですけど、作った時っていうか創業時っていうのはいっぱい借金を抱えてっていう時もありますし、ない先生もいますけど、なんかこう焦りとかね、そういった気持ちもあって、うん、フォロワーにしたい人にも誤解が生じるというか、うん、焦りから本当はこういうこと伝えたいんじゃないけど違う感じで入っちゃったなって言ってこう分裂しちゃったりとか、うん、そういう時もうちら丸でもありましたからね。そうですね、うん、ちょっと丸の失敗例から話した方がいいかもしれないですね。いきましょうか、失敗例、はい、失敗例反省も含めて失敗例ですね。反省も含めてですけど、はい、うちだと5年ぐらい前になりますか、コロナが始まる2年ぐらい前かな。なんとなく地域のねクライアントさんたちから認知もしていただきながら、目の前のクライアントさんの成果というのもある程度上がってくる部分がありながら、じゃあもう少しその幅を広げてみようということで、人を結構まとめて入れたタイミングがあったんですよね。そうですね、採用を一気にしましたね、正社員をね。そうですね、14人、だから釜島入れて14、5人、うんですね。まあパートナーさんもいるので、そんな感じでしたね。まあ、まあそうですよね、一番人数が多かった時期ですね、うん、そうですね。でその時に結局結構急いじゃったんですよね、人を入れて会社を大きくしたいみたいなところがこう主軸になってしまってて、まあ採用とかも一応仕組みはあって、いろんなその選考もしっかりしたつもりで入れて、ある程度メンバーも揃ってっていう中でやれたんですけど、もちろんそのすごく先行したのでいい人たちが集まってくれたなとは思いつつ、その後今度じゃあマネジメントしてこうってなった時に一気に人が増えたもんだから、やっぱりちょっとコントロールできなくなってしまったなみたいなこともあり、本来こういう風に進みたいなっていう方向と真逆に動いちゃう、こう、なんていうんですかね、組織が二分するみたいな。まあ、派閥ですね。まあまあまあ、そうですね。オブラートに包まず言うと。そうですね。A 派と B 派じゃないですけど、こっちじゃないんだけどな、みたいな時ありましたね。そうですね。うん、で、やっぱりその図式になった時に、すごい苦労をしたので、うちも。だから、やっぱり組織の中で、この風土が乱れて、派閥が生まれるっていうのは、まあ正直、生産活動とかもストップしちゃうんで。そうですね、仕事をしたいのにその人間関係のいざこざに時間を割いてるとか、うん、そういう時代はありましたね。そうですね、そうするとやっぱニッチもサッチもいかなくなるから、もう改めてですけどね、改めてやっぱり採用の入り口をしっかり作るとか、もちろん教育もそうなんですけど、体制作りみたいなところは改めて大事だなと思ったわけですよ、うん、思いましたね、うん、そんな出来事があって、やっぱりフォロワーってすごく大事、そのフォロワーってのもうちの場合は僕とね島田さんが夫婦で
夫婦経営という形で一応役員は2人で、それ以外のメンバーがどう動くかみたいなところでだいぶ空気感が変わったなっていうのがあって、まあいろいろ失敗をして退職されていく方もいらっしゃる中で、残ってくれたメンバーたちっていうのがすごく僕らのやりたいことだったり大事にしてることみたいなことを支持してくれて、今だとそういうフォロワーの子たちが、マルってこういうふうなことを大事にしてる会社だよとか、こういうことを大事にもっとやっていこうよとかっていうのを僕らが言わなくても新しく入ってきたメンバーに言ってくれる、これってすっごいありがたいことだし、すっごい大きいことだなって思うんですよね。そうですね、なんかそこを作るためのいい意味で試練をもらったなと思っていて、その派閥が起きた時とかって、うんうん、こういう思いもう二度としたくないなって私は思ったし、うん、だからこそこう幹部丸の場合は人事効果が基礎と応用があるんですけど、うん、基礎の人はこういうことを大事にしてほしいとか、うん、応用の人はこういう、まあ、自分だけじゃなくてチームの責任を持つとか自分以外に目を向けるとかそういう定義があるんですけど、うん、そういう共通言語を作るきっかけをもらえたのかなって、うん、思いましたね。そうですね、うん、でもなかったらずっとなーなーだったと思うんですなんとなくいいお互いの言わなくても分かるでしょうかって通じるような、うん、だけど聞けないみたいな、うん、そうですね、うん、改めて今思えば起こってよかったこと、起こったからこそ今があると思えばすごくありがたいことだなと思うんですけど、本当にそのフォロワーですね。そうですね、うん、特に我々は夫婦でやってるので身内以外の人のフォロワーを作るっていうのが非常に大事だし難しいなと思いました、うん、この10年9年やってて今から10年目走り出しますけど、うん、今やっと身内以外釜島以外の人がこういうこと大事にしてるよ、うちはって言えるような感じになったのかなって、うんうん、そうですね、思いました。これもどうなんでしょう、時系列で言ったらどのぐらいかかったんだろう。5年ぐらいかかりました。そうですね、創業の時4年間ぐらいは私たちずっと2人でやっていたので、うん、人を採用したのはねまるっと10年とか9年ではないので、うん、でも最低6年はかかった気がします、私の感覚で。そうですよね、うん、ちょっと振り返りながら話していきたいんですけど、フォロワーどうやってできたんでしたっけ。うん、私が思ったのは、うん、その組織のまあ、その人件費っていうところで最初パートさんメインでやっていたので、うん、関わるその時間も少なかったんですよね、うん、鎌形島田以外のメンバーと自分が何を大事にしてるかっていうのが週に1回出勤の人もいたので、うん、よりこう浸透しづらい環境だったなと、うん、でそこから初めて正社員第1号の人が入ってくれた時に関わる時間が長くなるじゃないですか、うん、週に1回の出勤だった人が毎日8時間いる人が増えた時に、うん、やっぱこう継続してかまちゃんしまちゃんって呼ばれてるんですけど、うん、何を、ね、大事にしてるんですかとか聞いてくれるきっかけもあったなって、うん、この、まあ、今正社員で今でも残ってくれるデザイナーの子がいるんですけど、その子が何をうちは大事に作ってるんですかとかデザインを、ね、うんうん、まあ、そういうきっかけをくれたなって私は思ってます。うんうん、そこからいろんな人が入っていった時にいろんなね組織の乱れが起こりますと、うん、A さんはこういう B さんはこういう C さんはこういう、うん、釜島はこういうってなった時に、うん、何大事にするって問題を解決するための答えをね、うん、もらうから、あ、こっちもちゃんと出さなきゃなって思って理念をブラッシュアップして行動方針も最初何個あったかな、10個とかなんですけど、今20個あるじゃないですか、うん、でだん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 こう増えていって、うん、まあ、その時はねきっとルールで縛ろうっていう未熟な考えもあったと思うんですけど、うん、本当に大事にしたい行動ってなんだろうなって、うん、断るごとに事件が起こるわけですね、うん、最初から今で言うと例えば悪口陰口を言わないとかっていうような行動方針に入ってるんですけど、それは最初からあったわけじゃなくて、うん、でもそういうことがやっぱり書いてないとはびこってしまう文化がまだあった時は、うん、それを意識的にみんなで改善しようねってなっていったり、うんうん、まあ、そういったことがあったのかなって思います。そうですね、うん、そのスタッフと向き合う機会みたいなことはわりかしずっとやってはきたかなとは思いますね。面談の時間は取ってましたね、ずっと創業時から、うん、そうですね、まあ、それがようやく最初パートさんで主体でやってた時はそもそも時間が足りなかったっていうことがあるし、正社員で入っ
ってくれた方バーンって来た時にはちょっと人数が多すぎて、それすらもなかなかやれてなかった時期もあったんで、まあ、それがある程度一回リセットじゃないですけどされて、残るメンバーは残ってっていう中で、なんか本当に一緒にやってこうねっていう一枚岩になれた段階で、すごいいろいろ話し合いながらやってきたから、フォロワーも少しずつですけどできてきたのかなという感じもありますね。やっぱそうなった時にこういうことを大事にしたいんだって川間ちゃんも言ってましたし、私も言ってましたし、うんうん、でもその伝え方が響いてたどうかは分からないですけど、うん、やっぱそこの響く人には響いてたなっていう、うんうん、で残る人は残るし、うん、お別れする人はお別れするし、うん、でもその判断は本人たちが決めることだから、うん、だけど少人数になって業務大変だけど一緒にやろうぜおーってなれるメンバーがいたから今があるのかなと、うん、そうっすね、うん、まあ、最終かましま2人でやるけみたいなやるかみたいになった時もあったけれども、その残った人数でじゃあ今の人数で何しますとか、いらないことありますよねっていうのを見直した結果、うんうん、やっぱ本当に必要な求める人物像が分かってきたし、うん、それを経営者だけじゃやっちゃいけないなっていうのも分かったから、うん、今こう、うん、人を巻き込んだ採用もできるようになってくる。そうですね。一方やっと、まあ完璧じゃ全然ないんですけど、うん、話す会話を増やした。まあそうだね、そうだね。あとはあれかな、改めて思うけど、経営者からの視点というよりは、それぞれの立場のスタッフの立場から見た時の不安だったりとか、こういうふうなことがちょっと課題だと思うみたいなことは結構ヒアリングもしながら一緒に詰めてったところはあるかもしれないですね。うちだと産休育休に入るメンバーがやっぱり主軸になってくるから、その中での将来的なね不安な部分だったりとか、まあ、働き方に関してもいろいろ相談しながら作っていった部分もあるじゃないですか。そうですね。で、多分その辺がちゃんと話せたから、まあ、そういう意味ではこの丸っていう工期を一つのこの場所をね維持しようって思ってくれた人たちもいると思うし、うんうん、だからなんか経営者だけが経営サイドだけがこういう風になりたいんだっていうことでもなかったなと、うん、そうですね。だし作った当時から、まあ、鎌形島田20代後半30代前半の時って、うん、ちょっと見栄もあったと思うんですよね。ありましたね。とかなんだろう、正社員の数こそこうなんか大きくなってる証みたいな、うん、影響力を出したいがために焦って採用してた部分 もちろんあったと思うし、うん、先生方にね、マルさん今何人なのって言われた時に胸張って言いたい自分もどこかいたと思う、その時は、うんうん、だし2人ともそれぞれのやり方があって、鎌形島田が、うん、だから両方とも前に出てくるから、スタッフから見ればどっちの意見聞いたらいいんだよみたいになってたと思いますので、うん、そうですね。そういう役割もよくわかんないまま、でもとりあえずがむしゃらに進んでいる、うん、だから不安ももちろん与えてたと思うから、うん、あの組織の役割とかどういう存在で、ね、それぞれがいるのかとか、うん、スタッフも含めのことを整えていくことで、うん、適正化というかフォロワーになりやすい環境っていうのは作れるんじゃないかなって、うん、そうですね。得意をやってたら楽しいですしね、うん、まあ見栄とかね、自己証明みたいなところは結構ありましたね。まだ消えきれてないような気もしますけど、まあ、だけどそれを抜きにしてやっぱり自分たちがやりたい、自分たちがこういう風に仕事していきたいっていうものがやれてれば、それはすごく幸せなことだなと思うんで。そうですね、まあ、変えようとしないっていうのが大事かなって、相手を、うん、そうですね。相手が変わるかどうかとかそういうのって本人が決めることなので、うん、経営とかマネジメントをやってて大事なのって、うちは何を大事にしてるんだって、うん、しっかり言える状態を常にやっていって、知らず知らずにその背中とかは見てる人は見てるから、うん、なんかそういうのに恥じないように、うん、10年目を生きたいなと結びの言葉みたいになってましたけどまあそうですねと思います、うん、いやでも本当そこが重要だと思います。まあ、無理せず自分のありのままで終わりたいっていうものに対してやっぱり賛同者が生きてくるっていうことがすごく大事だなと思いますので、あとまあ女性組織だからと思ったんですけど、はい、やっぱりスタッフ
が女性で先輩も女性だとこういう人になりたいなっていう人が出てくるとやっぱ強いなって思いました、うん、あ確かにね、うん、なんか院長とか経営者ってちょっと別次元の存在になってて、うん、経営者だからできるんでしょとか、うん、そういうのがどうしても入っちゃうので、うん、その経営者以外の人でなんか憧れる存在みたいな、うん、うちだとねある子がすごいタイムスケジュールぴったりやる子がいるんですけど、こういう働き方したいなってスタッフでも実現してる子がいると、うん、なんかスタッフ同士で勉強会やりたいですとか、うん、そういうのが出てくるから、うん、やっぱそのフォロワーで尊敬できる人うんうん、どんどん増えていてそのスタッフ同士が尊敬できる関係を作っていくっていうのが経営者の役目だと思うし、うん、なんだろうそのそういう人をちゃんと評価していくと、うんうん、それがいいことだっておのずと浸透していくんじゃないかなって、うんそうすね、思いました。女性ならではなのかな、うん、わかんないですけど、いやでもそれはあると思いますよ、うん、やっぱり女性のその見通しを見ておきたいじゃないけど、先輩の5年後10年後私この先輩になるのかっていう姿がキラキラしてたりとか、なんか楽しそうに見えてたら、ね、ああ私もこういう風になりたいからあの人に追いつけるようにこういうところ頑張ろうかとかね、なんかそういう空気感はいつのタイミングかすごく出てきましたよね。女性だとねどうしても結婚出産育児介護看護いろいろある中でやっぱ乗り越えてる人がいるんですよね、うん、その中でああこうやってやればできるのかとか、うんね、それぞれの旦那さん事情とか彼氏事情なんて全然違うんですけど、うん、なんかコツとかがね朝礼の時とかに分かると、あこれなら私でもできるって思えて、うんうんはい、うん、なんかそういう仲間ができやすいんだなっていうのは思いました、うん、そうですね。いやそれはまさしくだと思います。今日はねちょっと恥ずかしいお話もいくつかしましたが、まあ、我々も試行錯誤しながら経営をやりながら、でもなんかそこで得た気づきだったりとか、あとはその注意点みたいなことは今のお客様たちにもすごい生かされてるなっていうふうにも思うので、やっぱり女性組織を我々も実践しながらで、いろいろ課題はぶつかるんですけど、まあ、それを乗り越えてお客様にも還元していくっていう、まあ、この流れだろうなと思いますので、引き続き頑張りましょう。はい、コツコツ真面目に、はい、10年目もやっていきたいと思います。はい、ということで第50回フォロワーがどう動くかで組織風土は変わるお送りいたしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。